ヤマン、ヤイズテレビパパユージのヤイズカレヤマン、66回目、久しぶりに、やってきました。でさい、まあいろんなねとこツアー回ってたりとか、ちょっとまあまあもともとねこうコロナがねすごいわーって盛り上がったね来た時にこう。焼津テレビでこうね喋り始めて、ほんでまあ66回やってるんですが、最近はねあのライブこういろいろツアーとかね行けるようになってきたから、あの結構ね休みの日が多くなってしまってるんだけど、うん、だけどねライブいろんなとこツアー回って行くと割とこう、いや見てるよって人いるんだよ、うん、いやいるいる、宮古島だとかさ、いや石垣島でもそうだったけど、なんか子供が一緒に見てね、いつもまあダイレクト見れない時もあるけど、結構なんか楽しみにしてくれてるみたいな感じで、うん、ああいうのをねこう行った先々でこう聞くとすごい嬉しくて、うん、そうそう、結構ねそれでで子供もなんかこう子供って YouTube 好きじゃん、その中に出てくる人っていうイメージもあるみたいで、でなんか直接やっぱこう行ってこうね会うとみんなわーってかなる感じ、そう、でまあまだまだねこうまあ暑くて、昨日はもちむね海岸のねイータンステロミーってとこで、ライブやったんですが、うん、去年もやったとこだけどね、すごいいいシチュエーションで、もちみね海岸のね、一番こう焼津側の方、もちみね海岸でも一番焼津側の方の大崩れ側の方で、うん、そこにゲストハウスがあるんですけど、そのゲストハウスの下が1階がまあ、バーとかレストランっていうかそういうような、ね、感じになってて、それでテラスがドーンってあってすごいいい感じのね、場所なんですよ、うん、で、まあ、去年は12月にやったんだけど今年は、もっと暑い時期にやりたいなと思ってちょっと落ち着いた頃の9月を、ね、選んだんだけど、もう8月とかもう7月なんかつったらもう暑すぎてもう昼間ねちょっと演奏できない状態なんで、うん、もうちょっと前までは夏フェスとかねガンガン炎天下でもやってたけど、だけど今もう36度7度とかいっちゃったらもうちょっとかなりこうきつい感じだよね。でまあ演者は割とこう屋根のあるところにねいるからいいけど、まあオーディエンスが結構大変だよね、あんまり暑いと、うん、だから9月10月とか、うん、これからまた野外もいい季節になって、うん、まあイベントもね結構目白押しになってきて、うん、で昨日のイベントはね、まあ、結構盛りだくさんでいろんなバンドも出て、焼津から劇団ムーディーズっていう蕎麦屋のね、安山坊の、うん、大将、星山ボーカルの、バンドも出演したりとか、あと、まあ、祈るっていうね、ドラムを叩くシンガーソングライターとか、あと、娘のあざみ、うん。で、DJ、レコードかける DJ はね、静岡の地元の若い衆が20代の衆に頼んで、うん。なかなかいい選曲でしたよ、うん、なんかこうあえてねこうレゲエかけるっていうレゲエ専門セレクターじゃないんだけど、まあこう何でも幅広く、うん、かけれるセレクターに今回はちょっとやってもらって、うん、だけどそういう人たちがこうかけるレゲエってのも面白いんだ、そういう人たちもレゲエのレコード持ってたりするんだよね、うん、そうで、焼津テレビでも出てるね、ファッティ・マリアのね、15分間ダンスオールフィットネスっていうのも、自分ライブ終わってから、ちょうど一番いいぐらいの時間に、
もう月がこうポンって出てくるぐらいの、うん、それでやったんですが、なんかすごい大盛況で盛り上がって、みんな巻き込んで全員立って全員腰振ってみたいなすごいおもろいよね、うん、なんか一番盛り上がったんじゃねえかみたいなそういう瞬間だったけど、うん、やっぱ女の人のパワーすごいな、うん、でね、あの、まあ、満月はあの土曜日だったけど、その日曜日、昨日もすごい月が良くて、うん、持ち船のね、こう、まあ、海岸からこう月がわーっとこうムーンロードっていうのかな、の月の道にぐわーって出て、うん、大崩れの方とかもこうちょうどなんかこういう橋あるじゃん、俺の兄弟ではボイン橋って言ってたけど。ほんでそっちの景色もすげえ、もう昼間からずっともういい感じ、うん、なんかもう焼津からでももうトンネル越えるやんすぐじゃん、うん、浜東名のね横のオバマもあるけど、オバマの、ま、もう一個向こうのビーチって感じで、うん、オバマって言ったら今もうビーチねえもんな、もう、うん、いや良かったですよ昨日はね、ほんとねたくさんの人が来てくれて、うん、いつもの集団も来てくれたりとか、あとこう初めてこうその場に来るっていう人たちも来てくれて、うん、もう一番最初のね、あの3時からライブスタートしたんだけど、そのもう3時から結構いい感じでしたね、うん、終わりまでね、うん、でそこのイータンステンロミーっていうとこは、あのロミーさんっていう人がやってるんだけど、ネパールからあの日本に来てる方で、すごい長くもう日本にいるんで、日本語もペラペラで、あとやっぱカレーがうまい、本物。それでさ、なんかやっぱ現地の人って、俺もカレー好きでよく作ってんだけど、現地の人のカレー食うとすごい優しい、スパイスがそんな多くない、辛くない別に、うん、あれびっくりしたね。なんか辛いってイメージあるんだけど、すんごい食べやすい感じで、まあ辛さ調節できるからね、後からね、あの辛いのボッてかけたりとかね、垂らしたりとかすれば、調節できるんで、そういうビーガンなんですか？いやビーガンじゃないけど、ビーガンの人も食べれるようなカレーも、あのダルカレーっていうあの、ま、豆のカレーとか、そういうのもあるから。俺昨日食べたのはね、ダルカレー、豆のカレーと、あとキャベツのなんかココナッツカレーみたいなのと、なんかあとじゃがいものなんかドライカレーみたいな、なんかあんまつゆがないようなやつ、うん、それが乗ってるやつで、いやうまい。だからランチとかでね、出してるんで、俺はねそこらのね、カレーよりもおすすめです。うん、なんかこう家庭料理っぽいっていうか、こうネパールの、うん、だからいろんなところにね、こうインド料理屋とかいっぱいあるけど、あれって結構やっぱ日本人に合わせてあるみたいなこと聞いたことあるんだけど、まあ外国行ってもそうだけど、とにかく油が多い、あれ油すげえ多い。自分で作る時もね、結構油入れるけど、まあ調節して、なるべくやっぱ油だらけにならないようにするんだけど、外食のやっぱりカレー屋っていうのすごい油が多い、うん、だけどローミーさんのはね、なんかさっぱりしてて、うん、いやーこれかっつって、うん、それはそうだよね、油使えば使うほど金かかるんだから、なんかもう少量でやっぱさって、シンプルにこうスパイスもそんなに入れすぎずにできるっていうのが一番やっぱいいのかもしれないね。でいつかだから、何回も人に言うけど、ここでも言ったと思うけど、ね、ネパールじゃないけどインドに行ってね、ちょっとカレー北と南のスタイルを習いたいなと思って、うん。先週インド帰りのカレー屋さん来ました。あ、インド帰り、うん、あの女性の方ですけど、あの人のカレー美味しいでしょ、あの人たちの、うん、松の木農園さんの、マルシェの時に出てたけど。あ、本当ですか？うん、前も俺番組で言ったけど、俺カレー出してんのに娘がそこのカレー買ってきて
俺のとこにポッと来て、うっつって、俺カレー出してんじゃん、おめえあっちで買ったのかって言って、わ、ちょっと味見させて、みたいな。食って、うまい、みたいな。いや、ほいたら息子もこう、いや、欲しいって、いや、こっちにあるけど、つって、いや、欲しいって、あなた行こう、つって、息子と一緒に、そっちまで買いに行って、ね。うん。ほんで、ほんで、カレー一つください、みたいな感じで。うん。で、食ったけどね、うまかったね。うん。ね、やっぱすごいシンプルな感じだった。うん。うん。いや、俺も行ってみたの。お店行ったことない。うん、あそこはねベジもあるっていうし、うん、うん、なんかあの女性とも話したけど結構ね面白い人だよね。そうですね。うん、また来てくれるって言ってたんで。ああ本当、ああいいね。うん、吉田だよね。そう、吉田って言ってました。芝のカレーだね。ああ、いつか行ってみたい、ね。うん、コメントをちょっとご紹介してもらってもいいですか。あ、ありがとうございます。久しぶりなので、はい、いつもの皆様方ありがとうございます。吉奈兄さん、ゆうじさん、お久しぶりです。あ、久しぶりです。山マスターさん、山ームーミンのタコスうまそうだねって来てますけど、ムーミンのタコスって何ですか。あ、ムーミンのタコス、うん、ムーミンっていう歌い手がいるんですよ、はいはい、レゲエの。ムーミンのタコスっていうのは、多分俺沖縄に行った時にムーミンっていう歌い手が差し入れしに来てくれて、へ、うん、タコライス、そのことかな。そうですか、うん。今年は中秋の名月と満月が重なったんだよねって来てますけど。あれ、いつも違うの。なんか違うか。あ、今年はスペシャルだったんだね、うんうん。らしいです。うん、まあだけど天気良くて良かったよね。そうですね。うん、バッチリ見れて。うん、俺の家はバナナの木も、あれ本物？あれ本物。あれバナナ。なんでバナナぶさまってんすか、そこに。インテリア。あ、インテリア。うん。いや、俺のうちにね、今ね、バナナが植わってて、去年やったんだけど、今もうすごいでかくなって、うちで一番どでけえ木になってさ、すごい。もうこうやって立っても、なんかもう、うん、多分4メーターぐらい葉っぱがーって、葉っぱ立ってるから。うん。すげえ、ゴンゴンでかくなって、子供も5人ぐらい産んで、で周りにこう5株ぐらいもちっちゃいのも出てきてるんだよ。すごい。なんか実も出てきてる。いや、実はまだ来年だと思う。花が咲かない。まだ、いやだけど今年は花咲かなくてよかった。中途半端に咲いたら実が多分なんないから。でもっとがっしり太くでかくなって来年ぐらい。うん、でそのバナナをこうバナナ越しに見る月がすごい綺麗で、これ今までそこにはススキがあって、うん、ススキがの間のこう月が綺麗だったんだけど、今そこがもうバナナに入れ替わって、ここはフィリピンか、ここはバリ島かとか、ここじゃないかって思わせるような、なんかそういう雰囲気だから、なんかやっぱりバナナはかなりありがたい。もう玄関ダーンと開けたらバナナだから。いや、そういう位置に置いた。すごい。ああ、うん、やっぱ玄関ダーンと開けてバナナっていう、はい、そうしたらもう毎日がこうポジティブにいけるかなみたいな。開けて外出た瞬間バナナみたいな、おお、でかくなったかっつって。ああ、うん、あとスタジオの窓からこう演奏、ギターでこう演奏しながら窓越しにバナナが見える位置っていう、そこも計算したんだよ。またバッチリもうバーンってスタジオから見えて、だからちょっとレゲエな気分に浸るために。いや、演出も必要ですよ、やっぱり。うん、そうそう、もうに今草ぼうぼうだけどね、庭ね。うん、今日ね、やらかと思ったけど、だけどちょっと畑の手入れ、うん、今日はちょっと夕方ちょっとね、暑さが落ち着いてきた頃に、うん、ね、長袖長ズボン長靴で、うん、それで手袋もはめて、うん、今畑は何ですか。今日はね、さつまいものね、つるがねゴンゴン伸びちゃって、なんか根っこがどんどんこう入ってっちゃうから、バチバチバチっとってひっくり返したりとか、その感じだけど、そこに先生がいるんですけど。
いろいろ教えてもらいたいんだけど、俺まださつまいも3年目ぐらいで、最初の年はねガンガンできて、もうビギナーズラックでもこんなんできるんだったらやべえなって思ったけど、去年はちょっと小ぶりで、だけど今年は結構いい感じに来てるような気がする。っていうのは今日それやってたら、ま、間違えてこうブラッて抜いちゃったのがあって、思ったら芋が3つぐらいつながって出てきてでこのぐらいまだ小さいあんの芋だけど、まあこのぐらいのもねうまいからね、だからまあちょっと2週間ぐらいぐっとこらえてちょっと味見してみようかなと思うけど、 すぐ食ってもねうまさって分かんないっていうから、実際ね2週間でもちょっと早いかもしれない、ほんと1ヶ月ぐらい置きたいんだけど、だけどやっぱ、まあ、最初の味見はまあ2週間で我慢ね許してもらおうみたいな、ありがたくいただこうと思って、そうそう、だからお店に出てる芋っていうのはかなり前にもう植えてるやつだよね、5月とか、ね、今出てるのはね、そうまだこれからって感じだろうね、収穫はね、もうだけいいのかなって感じもあるけど、だけど駆け引きが難しいね、やっぱこうやってちょっとこう探ってみたらちょっと小さい、いやもっとこれでかくなるなって思って置いてたら虫に食われたとか、なんかネズミにかじられるみたいなのよくあってさ、そう美味しいとあれなんだ、やっぱりこうすぐサボっちゃうからね、やっぱね畑ってね、ほんとたまに見てやんないとやっぱり、そう。ツアーの時とかはどうなってるんですか？ツアーの時は一応娘に言っとくけど、たまに水まいてくれとか、例えば なんかをこう苗植えたばっかの頃とか、だけどあんまり当てになんないよね人は当てになんないね、はっきり言ってね。だからタイムっていうあのスパイスで使うやつあるじゃん。あれツアー行く前に置いといて、タイムってあんま水やっちゃダメなんだけど、それをまあ、畑作るのは結構難しいけど、鉢でやってたのを、まあ1週間に1遍ぐらいちょっと水あげてって言っといたんだけど、帰ってきたらもう全枯れしてて、やっぱりかみたいなだけど別にそういうことで怒れないからね、人に頼んだもんだから、別に何やってんだなんて言ったらなんかかわいそうだし、まあしょうがねえな、しょんねえなみたいな、しょんないねそう、そうだからあれだよ、今日ね茶畑見てきたんだよもう手に負えない感じもうやばいね、俺もやっぱツアーで出ててもう1ヶ月ぐらい行けてなかったから、今日行ったらねもう立ち尽くしたね、もう、やべえ、こうサボってたらこうなっちまうんだなみたいな、だからいやもう茶の木が見えない、もうつるに全部覆われてて、だけど中は生きてるからね、だからゴソーって取って間のとこバーって草刈りして、で野原とかもガンガン出てきてるんで全部引っこ抜いて、これから大変です、これからね、まだ今三番茶だとか、そういうのをこう摘んでこう製茶できる時期なんで、まだ今紅茶とかウーロン茶にいい時期なんで、ちょっとやらなきゃっていう気持ちがあって、まあ今週中にはちょっとなんとかしようかなみたいな、そうそう、だけどまだまだねライブ続くからね、だけどまあ平日は結構時間はある時があるんで、そうで今日はねこのバックグラウンド、俺から見たらただの緑だけど、ここね後ろにねこう来てるやつ、これ10月2日10月2日に、焼津さかなセンターで、ジャマイカ独立60周年の、イベント60周年のイベントと焼津と
ジャマイカの港町がこうフレンドシップっていうかこう焼津にいるあのジャマイカ人のレニーさんっていうんですけど、レノックスさん、その人がその焼津とポートロイヤルっていうキングストンのこう港があるんですけど、そことこう姉妹都市にしたいなっていうなんか思いがあるみたいで、でその60周年のイベントっていうのは世界各地で行われてるんですよ。ジャマイカがイギリスからイングランドからねこう独立してから60年、確かねその独立した時にみんな浮かれてね、音楽が速くなってスカッと音楽が生まれてチャッ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 つって、俺なんか「ちょっと待てよお前みんな浮かれてる前じゃねえぞちょっと待てよ」つって、ほんでレゲエでチャッチャッってこうゆっくりになってすっげえもうなんていう、こう平和へのメッセージっていうかそういう音楽に変わってたっていう、なんかそういう背景もあって、ジャマイカのね大使館の人たちも来たりとかそういう公式なイベントで、焼津市もね公演になってねいただいてたりとか、あと焼津市のいろんなスポンサーの人たちがねちょっとお金をこう出してくれて、それでこう運営が成り立つっていうね感じなんですけど、フリーイベント無料で、午前中10時から5時までのイベントで、焼津魚センターのね真ん中に広場があるんですけど、そこにこうステージ作って、それでジャマイカ人のあれのレゲエの歌い手も来たりとか、それとか自分がこう歌ってる時に「焼津港」っていうね曲で、その時に焼津のダンススタジオのスタジオブレスってあるんですけど、荒沢さんっていう人が先生で、そこの子供たちが一緒にねこう一曲踊ってくれたりとか、そういうのもあったりとか、あとジャマイカの、ゲームとか、あとスゴロクみたいなのとかそういう紹介とか、あとジャマイカの食文化の紹介とかね、結構盛りだくさんで、あとライブペインティングで川根からヒサ君っていうペインターと、お前崎の方から二郎君っていうねペインターが来て、なかなか二人ともねいい絵を描く人で、どんな絵になるかっていうのもね楽しみで、なんか盛りだくさんに、ね、なると思うんで、ここのフライヤーポスターでカツオとタイになってるんだけど、あれどこだ、あんまり見えないねちょっと俺画面が、カツオとタイなってない、日付のところをこう、ああそうそうそう、カツオとタイってこれがカツオが焼津で、タイがジャマイカみたいな、ジャマイカ人タイが好きなんだよ、向こうだとスナッパーって言うんだけど、そうだからそういうなんか魚センターにある魚を使って料理するみたいなそういうのもあるみたいだし、なんかまあ焼津のカツオとかもなんかヒントがあると思うんだよね、なんかジャマイカとかでこう、なんかこう焼津の魚とジャマイカのこうスパイスが合わさってなんか新しいものできる可能性もあるね、ジャークチキンじゃなくてジャークフィッシュとかなんかそういうのとか、だから本物のこうジャマイカ料理っていうのも何軒かこう神奈川の方から出店に来たりとか、東京の方から出店に来たりとかするからこうジャマイカ料理っていうのを食べられる日でもある、でジャマイカ料理をこう体験するっていう時間もあったりとか、
あとダンス、まあ、ファッティマリアとかこうダンスしてみんなで踊る感じもあったりとか、で自分はバンドで出演するんですけど、なんか久しぶりにね、なんか自分の周りっていうかこうコミュニティっていうか、まあそういう人たちがまたこう最近集まりだして、何かやってこうみたいな感じで動いてるんで、なんか焼津がまたね面白くなっていくと思うけど、ね、そこにポスターもあったけど今度もなんか焼津であるでしょ18日いいですか。ああこれいいよね、こういうの。ああこれこれこれこういうのはもう最高だよね。もうやっとで、なんかやっとでね、やっとでやるって感じだよね、こういうの。これもう詩とかも関わってる公式な感じでしょ。ちょっとよくわかんないんですけどね、ごめんなさい。うん、これすごい、これスポンサー、これスポンサー、あ、これ出演者か。ああすごい、あ、協賛、これすごい、こんなにも協賛してくれてね。え、これ楽しみですね。これどこ、9月18日、フィッシュなのね、ビーチフェスタ。これフラダンスとかあのハワイ系の感じでしょ。いやだからね、この今ちょっと宣伝した代わりにこうジャマイカのイメージっていうのは結構悪いイメージが強くて、そうなんですか。いや悪いイメージっていうか、なんかキングストン危ないとか、だからなんか、だけどハワイとかフラダンスっていうのすごい脚光浴びてるじゃん日本で、だからジャマイカもちょっとやっぱりこうそういう感じでもっと浸透していきたいなっていう思いがあるみたいですよ、ジャマイカ。だからそのまあ焼津は結構ねレゲエ好きな人も多いし、なかなかレゲエな街だと思ってんで、遠慮しねえじゃんね、言葉とかさ。ジャマイカも全然遠慮しねえ、おい何やってるんだって感じ、本当に焼津みたいなバカ野郎みたいなさ、そういうなんかもうなんか後腐れないからできることじゃんね、みんなね、後に引かねえっていうか、何言われたって別にそんな冗談で済むっていうかさ、ね、子供と親だったら喧嘩腰みたいに見えるっていうか、そういうとこがねすごいジャマイカにそっくりなんだよね。やっぱこう港町っていうか、なんかまあストレートに生きてるっていうか、裏表もなし、ストレートに生きるって、裏表やったら相手にされないよね、焼津でね、ストレートにね、スッて生きてないと。いやいや、そうそう、そうしねえとなめられちまうっていうか、なんかやっぱ港町のこう粋な感じっていうのは大事だから、でいつも思うけど、あの子供っちもっと焼津弁喋った方がええな、本当に。で父さんも母さんもみんなちょっと焼津弁もう一回勉強し直したらいいよ、みんな。いや俺自身もそう、栄冠忘れてる、栄冠忘れてるっていうか、やっぱりしばらくやっぱね外国住んだりとかさ、まあちょっと神奈川の方行ったりとかいろいろしてるうちに、なんかこう次第のうちに標準語も喋るようになっちゃうんだよ。そうと、なんかこうしかもそれで外国行った時とか、日本人と例えば喋る時にやりづめに通じねえんだよ全然。当たり前だけど、まあだけど焼津、俺酒飲めねえもんでな、それんでけえな、やっぱ酒飲めりゃやっぱ酒飲み行くじゃん、そこだって焼津弁しか通じねえな。で焼津飲みやったら焼津弁しか通じねえな、多分逆にね、そういう飲まないので、いや俺も飲まねえもんでさ、外行かねえのって残念だけど、言葉は大事だな、いつもそういう話になっちゃうけど、だからこういうジャマイカのイベントもこうあって、そういうのでこうまたこうだんだんとこうね、こうそういうのに興味持ってスタッフっていうかもう一緒にやっていきたいって人が増えていくと、またこうウォーチバッシュみたいなね、ドシャーンっていう感じができるんじゃねえかって感じだから、あれのやっていきましょうよみんなね、焼津で。さっきのイベントもあれだし、どん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 やってってさ、みんなつながってって、
出店もいいよね。俺も出店をたまにするけどさ、出店者同士ですげえ仲良くなってって、うん、隣の人とすぐ仲良くなるし、うん、うん、そういう感じで、まあ本当マルシェとかそういうイベントとかもういいことばっかりだよね。うん、ね。まあ最近は本当、まあ本当にいろんなところライブできるのってよかったなっていう、うん、ね。で九州とかね、種子島もね回ってきたけどね、もう最高だった。もうなんていうかな、まあどこもそうだけど、だけど特にやっぱ日本のこうちょっと端の方っていうかね、本州から離れたところとか北海道とか、まああと東北の方とか、あと四国とかね、あと山口県に九州に沖縄とか、やっぱりね、こう真心がね、なんていうかな、残ってるっていうかね、なんかまあどこも真心あるんだけど、さらにあるっていうか、もう感動しちゃう。行った先々ですんごいよくしてもらえるっていう、もうほんとありがたいね。うん、九州の行った時は静岡空港からポンって飛んで熊本行って、熊本の菊池市っていうとこ、うん、そこのお寺でやったんだけど、またお寺がいいお寺で、もう300年ぐらい、あ、500年ぐらい前のなんかこう、なんか、こう、彫り物っていうか仏像みたいなとか、観音さんとかあったりとか、なんかもう、すごい由緒あるとこで、木とかももうなんか、これ何百年経ってるんだっていうのは、どでけえ木が建ってたりとかして、そこでライブやったんだけど、またそれが面白くてさ、すごい。お寺でやるってやっぱいいね。うん。で、ライブ終わって、いや、まだ温泉やってるから行きましょうってなって、みんなで温泉行ったんだけど、夜10時までやってんだよ。源泉かけ流しが。ありがたいよね。もう感動的だって、あれ。優しいよ。で、そっから次の日に、今度、霧島神宮ってとこに行ったんだよ。鹿児島の一番宮崎寄りの、うん、そこももうすごい、なんかもうマイナスイオン半端じゃなくて、やっぱ神の聖域っていうか、なんかすごくなんかこう気持ちいい感じ、気が良くて、うん、で ライブはその霧島神宮の参道にあるね、草木塔っていう店でやったんだけど、すごい面白かった。そこもね、もう餅つきなんだよ、始まりが。で、始まりまーすっつって、おったら餅つき。ほんで、餅つきさ、って餅つきじゃなくて、そこんな、って早くやるやつ。びっくりした、あのスタイル。うん。だからもう最初からもう大盛り上がり。うん。おったら、なんか鎧たけしっていう人が、なんかコメディアンみたいな人が鎧着てこう、ステージに出てきて、なんか面白い動きして、みんなギラギラ笑って、わーとかなってさ。うん。なんか盛りだくさん、人もいっぱい来てね。うん。で、すぐ近所の温泉旅館に泊めてもらって、そこも良くてさ、もう夜中はもう上の屋上の露天風呂誰もいねえから、もう星見ながらバーって感じ。霧島温泉でやったんかの。だけどその次の日に行った、なんかもう地元の人がここだっつうとこ、うん、その空港、次の日種子島に行く予定だったんだけど、もうギリギリまで、まあ、連れてってもらって入った。そこはちょっとなんかちょっと白っぽく濁ったようなね、温泉で、そこも良かったな。霧島ってかなりいいね。うん、もうほんと温泉三昧で、うん、そっか、種子島行って、うん、種子島で温泉入んなかったけど、うん、種子島はもういつも毎年楽しみにしてるイベントで、うん、向こうのバンドと一緒にやるんだけど、あとサーフィン、うん、サーフィンが波がすげえいいから、そこはもう俺のサーフィンキャンプとして、うん、そこに1週間ぐらいね滞在して、で毎日のように海行って何遊んでばっかじゃんって感じでしょ。
いやだけどちゃんと仕事はしてんだよ一応ね。うん。それで、そっからこう、あ、種子島行くと屋久島も見えるんだよ。うん、屋久島も何回も行ってるけど、種子島から。で、今年はちょっと行けなかったんだけど。で、種子島からこう、種子島のバンドで、バンドと一緒に、鹿児島に、最後の日は、鹿児島にこう行って、鹿児島の街でライブやったんだけど、それもだけど、もう台風来てて、フェリーが欠航になるぞっていう、なんかもう毎日も天気予報見てる感じで。だから一日前にもう切り替えて行ったんだよね。ほんとにやっぱ、自分たち、行くはずだった当日は船が欠航だったから、うん、まあ一日前乗りしてよかったなっていう、うん、まあその分まあ鹿児島でもまた楽しめたけど、うん、本当は種子島にねもう一日行きたかったけどね、種子島はもうなんていう手つかずっていうか、なんかビーチとかもやっぱりもうそのまんまのとこが多いんで、逆にこう沖縄なんか、沖縄もすごいいいけど、沖縄って結構やっぱ沖縄本島はもうかなりコンクリートにやられてる。うん、で種子島はすごいなんか自然豊か、半端じゃない、うん、道とかもこうぐるーってなってるトンネルみたいなとこもいっぱいある、なんか熱帯植物みたいなのに覆われてて、うん、すごい素朴な島、種子島って。なんか友達がね、うん、昔住んでたんですよ。ああ本当、なんかすごく湿気が、うん、湿気はだけ島多いね、どこもね。そこに限らない、うん、だけど屋久島の方がもっと湿気強いみたいな、ね、うん、屋久島だから合わない人はねすぐ撤退しちゃうってもんね。うん、なんか向こうでは屋久島がいいんで種子島がようだっつって、なんかそれ種子島の人が言ってたけど、そのぐらいなんかもうバイブレーションとか気が全然違うみたい。うん、で屋久島もいいよね、すごくいいよね。ほ、うん、でね、最後に鹿児島ライブ終わって次の日にまた最後ねツアーの締めくくりでね、また地元の人がすげえいい温泉連れてってくれて、うん、そこも霧島にちょっと近かったけど、空港の近くで鹿児島の、うん、そこはなんか鉄分が多い温泉で、なんかもう鉄だって感じ、うん、よかったな、すげえいいのに350円とかで入れるんだよ。安っ最高だった、うん、まあだから本当にこうまだまだね、まあ、コロナ禍とは言われてるけど、もう俺はもう一足先に羽を伸ばして、うん、ツアーに出て温泉三昧でね楽しんでます。うん、まあね、みんな風邪ひかないように、うん、冷房の当たりすぎとかね、ちょっとね、良くないし、寝不足、うん、これが本当に、いや、俺も去年ちょっとコロナっぽくなった時に、うん、やっぱ寝不足と冷房にやられたなっていう気がしてたから、うん、まあ、普段こう、体調管理できてればね、うん、大丈夫と思うんで、うん、で、とにかく、子供ちゃんを外でマスクしないようにね、登下校でしてたらね、大人が言ってあげた方がいいよね。うん、もう学校もするなっつってるわけだもんね。うん、そうそう。うん、俺んとこの息子行ってる小学校でもちょっと緊迫したけどね。なんか学年閉鎖になったりとか。うん、今日からまた平常戻ったけど。うん、そう。ね、もうだけどちょっと楽しく行きたいとこですね、本当にね、うん、もう自分たちでやっていかないともうなんないよね、実際当てにならないからね、はっきり言ってね、そう、そう、そう、当てにならないから、自分たちの周りとか、まあいろんなとこがこうね、いい感じになっていけば、みんながいい感じになっていく、なっていくからね、本当草の根な感じで、うん、イベントごともいっぱい増えたしね、ワークショップとか、もう特にやっぱまあすごい繋がっていくね、本当コロナになってからすごい繋がった、いっぱいの人と、うん、うんうん、で地域のマルシェにも出て、うん、で、ま、いろんなね米農家の人たちとかいろんな人たちも知り合って、うん、もうなんていう幸せだよね、すごい、なんかやっぱ地域のやっぱ
農家の人たちと知り合うって、これがすごい大事なことで、うん、いや本当だよ、これが大事なこと。まあ、自分も野菜作るっていうのは もちろん大事だけど、地域のやっぱ米を買うとかそういうのがすごく大事で、うん、だからみんな皆さんあのね、それぞれのね地域でね、こうのものをねこう食べていくようなこう生活に、もうシフトしてる人はシフトしてるし、うん、俺だってもう、なかなか気がつかなかった、うん、偉そうなこと言ってるけどね、最近でもね、ここやっぱコロナ禍になってからやっぱ地元の、米を食うようになって、焼津の米を、うん、だからすごい焼津の米食うっていうのになんで気がつかなかったんだなって、だから早めに気がついた方がいい。スーパーで別に米どころの米買わない方がいいよ。なんでここら辺別にすげえ田んぼとか見てても、まあたまにシャーッと見るけどさ、なんかそこまでなんかもう大規模にやってるっつうのあんま見ないから、ここら辺の米安全だと思うな、まだ。うん、そうそう。あとやっぱ生活排水、田んぼ流れていかないようにね、みんな気をつけないと、本当にこれだけはやっぱたまにちょっとがっかりするようなとこ見ちゃう時あるからさ、うん、だから本当に石鹸を使わないとか、石鹸を変えていくとか、なんかほんのちょっとのね、こう気持ちの切り替えで環境が良くなっていくんだから、うん、だからこの先やっぱりこう意識ねしていって子供たちに伝えていかないとって感じあるんで、うん、そんな感じですね、うん。俺今日だいぶ喋ってない？だいぶ喋ってます。え？いい感じですよ。久しぶりだからいいじゃない。だいぶ喋ってる？うん。うん、45分です。え、45分？俺も帰んないと。そうか、なかなか今日はなんか、ファンファンって感じでなんねえから。鳴らしませんでしたから。ああ、そうだ。うん。ああ、そうだね。最近なんかあんまり毎週来れてないからね。うん。まあでも忙しくなったっていうのはね。まあいいことですよ、うん、まあそのうち遠隔ができるようになればうん、うん、そうですね、もう一度ちょっと言いますが、この10月2日、焼津魚センター、焼津魚センターって、県外の人を見てる人にちょっと言いたいんですが、その高速のインターの隣にあるんで、車で来るのもうスッて来れる感じ。これでまあもちろんだけど、駐車場もトイレもねちゃんとしてるし、ジャマイカ人のあのレゲエアーティストマッカさんとかもね来て歌ってくれるし、もう盛りだくさんで最高な感じになると思うんで、10月2日皆さん遊びに来てください。焼津魚センターみんな盛り上げていきましょう。イエスアイヤマン、パパユージのやつからヤーマン、ありがとうございました。